こんにちは、植物担当の池田です。今日は東京大学の植物標本室の紹介をします。植物標本室はハーバリウムとも呼ばれ、いろいろな場所で採集されたたくさんの植物の標本が収蔵され、研究や教育に利用されています。東京大学の創立は1877年明治10年ですけれども、植物標本室は東大の創立と同時にでき、140年以上の歴史を持っています。これまでに集められた標本は170万点以上と言われ、ここ総合研究博物館と東大の付属植物園である小石川植物園に分けて収蔵してあります。今日はたくさんある東大の植物標本の中からお宝ともいえる標本を紹介したいと思います。まずはシーボルトが採集した標本を紹介します。シーボルトは江戸時代にオランダの東インド会社の医者として長崎にやってきて、医療の指導をするとともに日本の植物や動物をたくさん採集し研究をしました。皆さんは歴史の授業でシーボルト事件ということでシーボルトの名を知っているのではないかと思います。この標本は日本オランダ交流400周年の記念としてオランダのライデンから里帰りした標本の一枚です。シーボルトは日本ではおたきさんという女性と一緒に暮らしていましたが、日本で採集したアジサイにおたきさんにちなみハイドランゲやおたくさという学名をつけて発表しました。またこちらは栗の標本です。栗は皆さん馴染み深いものですけれども、シーボルトはこの標本をもとに栗に学名をつけました。次にヒマラヤで採集した植物の標本です。ヒマラヤは高山植物の宝庫で、日本では見られないような不思議な形をした植物が生えています。これはキク科トウヒレン属の一種で、綿毛トウヒレンというものです。皆さんも寒い時にはセーターを着るように、この植物も全身をウールのような白い毛をまとって寒さを防いでいるように見えます。はい、またこちらはボンボリトウヒレンという呼ばれるもので、半透明の葉がちょうど温室のガラスのような役目をして中を温めています。最後に紹介するのはタイプ標本と言われる特別な標本です。生物には学名という世界共通の名前が付けられていますが、タイプ標本は学名を付ける際の基準になる標本で、学術的に貴重な標本です。東大のハーバリウムにはタイプ標本が数万点保存されています。ここに紹介しますのはタイプ標本の1枚で、小笠原に生育するシマクモキリソウという卵化植物のタイプ標本です。この標本をもとに学名が発表されました。はい、こちらが植物標本室になります。これから中をご案内いたします。ということで、入っていく。それでは収蔵庫の中を紹介します。収蔵庫の中はこのようにたくさんの棚が並べられています。その中に標本がこのようにぎっしり入っています。標本はこのようにジーナスカバーと呼ばれる紙のカバーの中に入っています。これは雪の下かの一種、猫の目草の仲間の標本です。